こうやって見るとやっぱり昼間さんの S 系が分かりますね。ねみんなこんなみんな曲がってるもんな。こんにちは。今日は赤松なんですけど、はい、その木、皆さんね、初心者の方って木を買ってどうその木を作ったらいいかっていうのは多分一番悩むと思うんで、うんうん、その木の作り方ですね、はい、これツイッターでも出したんですけど、大きさ間違えて買っちゃったちょっと大きいやつなんですけどね。通常正面どうやって見るかっていうと、こうやってこれが一番いいかな、うんうん、でもう一つはこんな感じで作るやつもできるんですね、はいはい、ここをもう少しこう潰してきて、ただこれを購入した一番の理由はここなんですね。ここ、はいはいはい、ここの天然の多分山の木だと思うんですけど、ここを見せるにはどうしようか。問題はここが幹が今後ろにこう逃げちゃってるんですけど、一つはこういう天蓋ですよね、うんうん、下に行って後ろから帰ってきてぐるっと回ってこっちに来る。でもう一つはもう垂直に近いぐらい立てちゃってここを見せる。でここをやっぱりガクンと折って、でここのここの枝がこちら側にこう回ってるっていうのがあると思うんで、うんうん、はい、こう畳み込んで潰してこちら側に持ってくると、るそうするとまあベストなんですけど、まあそういうことができるかどうか、いずれにしてもこれでは将来飽きちゃうなと、うん、やっぱりこの木が一番いいところを見せるにはここを見せたいというところでちょっと作っていきたいなと。わかりました。はい、いうことですね。でこれが折ってくるといらないのがこれ、おそらくこれもカンヌキになってるんで抜くんで、これとこれを抜いちゃいます。今抜いちゃいましょうか。これは抜くのはここ曲げますんで、ここギュッと潰してきますんで、ここがぶつかっちゃうと、これもぶつかっちゃう、ここに枝、いい枝があるんで、ということで抜いちゃいますね。これはね、ちょっとここら辺にも枝があるんでもったいないんですけど、うん、やっぱりぶつかっちゃうのと、こっちはもうどうしても抜けないんで、うん、ですね。であとはこの枝ですね、この枝に対してここにいい枝があるんで近すぎると、うん、いうことなんで、この枝分かりに近いところで、なんでこれも抜きますね。近いんで抜きます。上に出ちゃってるんで、予想以上に大きかったんで、うん、どのくらいだと思ってたんですか。いや商品だと思ってたんですよ。20センチ。いや段ボールでかかったんでびっくりしたんですけど。じゃあこれで一応幹の畳み込みの準備に入ると。はい。はい、いうことですね。これもいらないかな。これも取りましょう。わかりますかね。ここにこの枝とこの枝がありますから、うん、その間から出ちゃってるんで、でこの枝結構いいですから、この短い距離の中に枝分かれが来てると、はい、こっちは間延びしてますよね。うんうん、ということの、まあ、両方ですね。この枝が結構細かく枝ができてるんで、こっちの方がいらないと。はい、やっぱなんでフード被ってんですか。髪の毛飛んでません。あ、治った。もう分かんない、ちょっと待って。どうですか、髪の毛治りましたかね。あ、寝癖忘れてました、うん、じゃあこれでこの子ですね、を曲げる作業をしていきます。畳み込むと。畳み込む、バチッバチンと。はい、そうですね、これお湯だとね、開くんですよ、綺麗に、うんうん、1日ぐらい漬け込んだ方がいいっていう人もいますね。アルミ線を沿わせて、ここから、まあ、ここら辺はそんなに養生しなくても曲がると思うんで、うん、アルミ線を背中に当てると。はい、この辺からですかね。この辺からこういうふうに当てていって、うんうん、で、ふっと上げると、ある程度形を作っていて、これでいいかな。あれですかね、うん、一回縛ってね、縛ってギュッと縛って、こんな感じで一旦こうぐるっと巻いて、はい、で回転して、一回とりあえずここで押さえちゃいますね、うん、はい、で少しこの辺でぐるっと回転させて、こんな感じですね。これは大体2つぐらい決まれば、はい、はい、決まってきますんで。可能だか。そうですね、
背中がこっち側になるんで、一応こっち側に当てますけど、うん、はい、じゃあこれで一旦終わったんで、うん、こんな感じですね。背中の方にここをガクンと曲げるんで、ここが一番大事なところですね、うんうん、まあ、あとはそんなに本来必要ないんですけど、一応、まあ、補強していたよって感じで、はい、でラフィアですね、6本ぐらいですかね、うんうん、重ねて、とりあえず最初は別に縛らなくても、はい、これで、巻いて縛っちゃえばいいんで、こういうのギュッとですね、追加でちょっと明かしておきます、うん、足んなそうなんで、うん、もうないらしくて在庫が。でも大事なのはそこですよね。そうそうそう、ここだけあれば足んないかもしれない、うん、ここですね。でこういうとこ浮いてたらいけないんで、こう指でぴったりくっつけながら、うんうん、いっぱいあった、あれ出てきた、出てきたぞ。普通に阿部さんに買ってもらったやつがあった、あったこんなに買ってもらったのってこと、まだ 3束ぐらいあった。そんな形状なの初めて見えたけど、本数が狭いから少ないからどこから開けるか分かんないね。確かに、あー、そうやって抜けるんだ。よし、ここをバチッとこうくっつけるために針金巻くんですけど、はい、10番ですね。10番を多分2本ぐらいで、ここの長さをこう大体測ってこれぐらいなんで、 1.3 倍から 1.5 倍ぐらいかね、癖つける意味で曲げといて、んどこでもいいです。スタート引っ掛けて、はい、引っ掛けて、ですね。よし、で大事なのはここにかけることなんで、うん、ここを計算してですね、うんうん、はい、特にこういう古い枝があるところってバカって結構割れやすいんで、はいはい、はい、でもう一本はここにかかるように、こっち側にかかるようにするので、この針金の上側ですね、うんうん、ここですね、うん、上にかかってくるように、上にかける、はい、でこの場合は特にもう紙一枚開けるとか考えなずに、うん、しっかり巻いちゃった方がいいですね、はい、はい、そして今度はここはここから先も開けますんで、はい、これになってくるとやっとこがないと、うん、はい、いいよ、じゃあこれでぐるっと下に回して止めるぐらいですね、うん、とりあえずこことここですね、はい、ちょっと引っ張って曲げるんで、ここはここら辺にゴムチューブみたいな、ゴムチューブですね、タイヤのゴムチューブ、なんかここでこれ18番で引っ張りますね、16か18でいいと思います。細いと切れる可能性があるんですけど、太すぎると、うん、絞ってた時に針金が自由が効かない場合があるんで、本来は細い方がいいんですけど切れちゃうんで、まあ、間を取って18番とアルミ製ですよね。あ、これ銅線ですね。銅線なんですか。はい、銅線、あ、アルミは伸びちゃうんで、そうですね、これ銅線ですね。一旦縛って、上の何か買ったんですか。ん、上のグリーンクラブは買いました。買いました、うん、一応動画も撮って ありますか。あれ出てます。いや、あ、撮ってサブチャンネルにあげようと、僕がただ買うだけなんで。いやでもね、買うのにはね、やっぱり選ばないと買えないから。そうですね、選ぶ力っていうのはあるんですよね。ここだと引っかかんないかもしれないんで、うん、一旦ここでかけて、はい、で固定して、そうですね、少し寄せてからじゃないと、うんうんうん、すごいな、いつか自分がこういうのやることがあるのかなって。なりますよ。なるんですか。いや、なりますよ。聞いたんで、これで絞っていけば、うんうん、はい、だんだん縮めていくと思いますんで、ここら辺でこの針金を縛りながらですね、はい、うん、だいぶいってますね。いってますね、この隙間を見ると。そうですね、ここら辺で一旦ここを縛ります。どうでしょう、この辺から見ると、うん、あ、曲がってきてますね。
じゃあ一回外して、今度ここで縛りますんで、一回外して、安倍さんや安倍さんみたいな。どういうことですか？結構、あの、邪気使ってやるじゃないですか。ほう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 。盆栽や昼間。昼間。見ちゃいますね、これね。くっつかないかもしれない。これ、気をつけないときに、下入りやってると、なんか外れたときに指いっちゃう。指いっちゃうってすごい。指いっちゃう。いっちゃう。なくなる。いや、なくならないけど、指やっちゃう。やっちゃう。折れちゃう。いや、なんか、血豆みたいな。指いっちゃったね。あ、いっちゃったね、そっち。違う。もう、いっちゃったか。うん、そんなに曲げなくてもいいってことかな。とりあえず一旦ちょっとここで絞りますね。おーい。だいぶ。ちょいちょい。うん、ちょいやっちゃってもいいね。ってことは、その先端を逆振りにするってことですか？じゃあ、あげる。そうだね、そこをね。すごいね、木が折れないもんなんだね。ね。あ、だいぶ来た。だいぶ来ましたね。そこまで行っちゃうと、行き過ぎちゃってるかなって。すげえな、ね、なんて曲がるんだろう。違う形になっちゃったし。あ、それはそれで。ここまで行けばね。あ、すごい、本当はね、くっつけたいんですけどね、うん、じゃあ一旦外しましょう、さあ、じゃあもうちょっと樹形構想全然変わっちゃったんで、ねえ、すごいな、はい、とりあえずここまで、畳み込んだということですね。改めて正面どうしようかっていくつか選択肢があって、うん、一つはこの大きい頭をここに持ってって、これ多分簡単に入ると思うんで、ここに持ってってこっち流れにしちゃうと、流れにしちゃうと、まあこれがちょっと大きいんですけど、これ短くしちゃうかということでこっち流れすることが一つあります、ただ足元がねちょっとここ細く見えるんで、であとここも、見えるは見えるんですけど、とやっぱり見せたいとなってくるとやっぱりここら辺がやっぱり見どころなんですよね。そうですね、でこの課題は最初から言ってたこの後ろにこの幹が逃げちゃってる、これですね。これが後ろにこう、後ろに逃げちゃってるんで、こいつをできるだけ前にしたいんで、まあ、一つはこう角度をできるだけ起こすっていう話と、これとこれを引っ張ってできるだけこれを前に持ってくると、でその時にこれだけで作るっていう選択肢もあるんです。これだけでこっちを全部切っちゃうってことですね。切っちゃう、そこね、意外と作りやすい。そうすると、これ切っちゃって、まあ、例えばこれで頭作って、これ枝があって、で作りやすいっていうのが一つあります。で、一応枯れてもいいんで、これをここからガクンとこっちに折ると。これを今度は枝にして、刺し枝、裏枝にして、これを主木にして、これをこっちに折っぺ返す。はい。まあ、ちょっと針金もう1本ぐらい入れた方が良かったですね、これね。ちょっと少ないんで。でこちらへ返してで枯れたら枯れたでいらないと下だけで作る、下だけで作るという構想なんで、まず今言ったここと引っ張って寄せる、はい、でこいつをこちらにガッと曲げてみると曲げるとはいいうことをやってみたいと、はい、思ったより大手術大手術になりましたね一個曲げたらいろんなね、はいはいはい、出てきますね。可能性というか。それとね、やっぱりこれもうちょっとつけたいんで、もう一回ちょっと絞ります。はい。さらに寄せると。さらに寄せますね。方法くっつきますからね。そうですね。これね、大丈夫そうですね。音も別に当てないですもんね。当てないですね。まだ少し柔らかいかもしれないですね。で、あとはこれが寄るんかなって話ですよね。これを立てたいってことですか？立てたいんですね、ええ、もしくはここから曲げる、はいはい、なかなかこういうマニアックなやつは受けないんですけどねさっきあんまりマニアックなやつじゃない方がいいねってそうそう言ってたんだけどかなりマニアックな内容に結局マニアックななりますよね、これで一つわかんねえかな、これじゃちょっと引っ張りましょう、やっぱり、あ、曲がってきますね、割と簡単に今
ちょうど噛んだ感じですね。はいはい。はい、でちょっとこれたるんできましたよね。うんうん、曲げてきますね。これ真似する人 いるかな。いないんじゃないですか。これね。個人でジャッキ持ってる人なかなか。この間もね、なんかジャッキお手製のジャッキいいですねみたいなのがあって、はいはい、あれよっぽどそういう工具が転がってる工場だとか、うん、ましてや工作機械使える人じゃないと。そうですね。なかなか。あ、確実によってはいますね。あ、外れちゃう。あ、外れちゃった。あ、外れちゃった。外れちゃった。これだってやり直しなんだな。やり直しか。やり直しですね。これで縛ってきますね。うん、おっと。来ましたね。ちょっと一回見てみましょう。うん。動いちゃう。うん。おお、だいぶ起きた。うん。だいぶ起きたんですけど、もうちょっとやっぱりここですね。もっと。こことここをくて寄せたくなりますね。じゃあそことそこを今度。すごいな、今日す。まあやるときは一気にやっちゃった方が。まあそうですね。ねえ、うん、と相当マニアックな。いやでも最近こういうのなかったんで。ああそうですか、うん。たまにはじゃあ。たまには。改作で。ああこんなことでやる人いないだろうな。趣味家でねあんまり。まあ真似はできないけどまあ面白いんじゃないですか。こんなねこんなことやるんだよってこんな形変わるんだよって。こんだけ曲げれるってなかなかね。あ、まあそうですね。これで、つきましたね。はい、これで曲げていって、寄せてきますね、ここね。はい。だからここは、ここを気をつけないと、ここがパキンといく感じになるんで、ここ何もあの養生してないんで、で、それでこれを縛っていくわけですね。なるほど。はい、今こんだけ緩んだんで。起きてきた、起きてきた。よるよるよる。おお。すごいですね。興奮しちゃうね。興奮したね。なんかやっぱそういう持ってますよね。人はね、快感を。これ字幕つけたら怖いことになっちゃう。怖いことですね。ね、性格みたいなのもあるでしょうね、やっぱね。まあそうですね。やらない人は何十年盆栽やっててもこういうのやらないでしょうしね。うん、そうですね。ハサミだけの人とかっつって。あ、ここまで来れば大丈夫かな。大丈夫ですね。ああ、行ってる行ってる。あれこれ行ってるかな。あ、行ってるな。あ、ここ来てますね。ここ。まあ来るでしょうね。来てる？開いてきたのが。ここのとこ。あ、白いのが。本当だ。はいはいはい。ここね。一応ここでギブアップです。ギブアップ。ええ。ここでもう堪忍してってこれじゃやると堪忍してこれでもかっつってね。でこの判断が大事ですよね。まあそうですね。これじゃやったら折れちゃいますもんね。ああそうですね。音は鳴らなかったけどやっぱり擦りつけて、はい、これいらなくなっちゃいましたね。はい、だいぶ起きましたね。すごい変わった。あとはこういったようにこいつをこっち側に折り返すんですね。はい。で、もう一回10番だな。めちゃめちゃマニアックな。そうですね。ここ曲げると思ってなかったんでね。これ短かったんですけど、これが長くてここまでいってればよかったんですけど、もう一回かけますね。はい。これをこっち持ってきたいんですね。どこまで？
見えますかね、曲がってんの。あっ、ああ、いった。ちょっとやめますか。行きましたね。行きましたね、今の音は。行きましたね、行きましたね。どうすっかな。まあ、ここ針金入ってるんで、行ったんだけど、まあ、行ったんだけど、今のパキでどこかの枝が枯れるかもしれない、うん、いやそうそう、でさっき言ったように最悪こう枯れても構わないんで、うん、で割れても平気ですから、外側割れても内側皮半分生きてれば大丈夫なんで。なるほど。心拍なんかでもよく言うんですけどね、逆に言って止めるぐらい、言って止めてないですけど止まんないんですよね言って止めてないんですけど、で要はここを見せたいんですよね、ここをね、うんうん、はいはい。でこれが頭で、これをよし、またさらにねじりたい、そっち側へ、これを少しこっちに、これをこう曲げたいんで、ちょっとねじりますね、ここね。よし、ちょっと、ああいいですね、いいですね、いいですけど、ちょっと保険のために薬を、薬を、ここですかね、ここと、あんまり気にしないですよ、うん、パキッといってもなんとかなると、なんとかなるし、よく言われるのが戻しちゃいけないってね、こうパキッていった時にここ割れてるわけですよね、はいはい、あ、いけないいけないって言ってこっち戻すと今度こっち割れる。なるほど。そうアウトなんですよ。なんでこっち行って外側割れても内側生きてるんで、うん、戻さないっていう、絶対ね、それが鉄則ですね、パキッといった時ので、そんな慌てることはないです。はい、こんな感じで、はい、でしつけとしてはもう、うん、ほぼほぼ予定通りですよね、はい、これぐらい立ち上げて、で心の幹をこの見せて、うん、でこれがもっと後ろ返ってたんですけど、今ここまで戻ってきてます、はい、これをとりあえず頭で、この辺でこんな感じですかね、これとこれで作って、将来的にはここら辺が今下の枝がありますんで、うん、将来的にはここだけで作るかもしれないですね、うんうんうん、はい、とりあえずはこれでいい位置にこの頭が来たんで、頭とこの幹の感じもいいですよね、うん、これでちょっと様子を見て、この辺ちょっと枯れるかもしれないですけど、枯れたら枯れたんで、これなんかもなくても作れるん で、 そうですね、この幹があんまり見えないんじゃないですか、うん、今の、まあ、そうですね、そうそうそう、だからこれ取っちゃっても構わないんで、うん、そうするとでもうちょっとこれ削っていくといいんじゃないですかね、ここの厳しさが出て、ここに頭があって、これ辺も裏持ってって、ここが裏枝になって、ここが頭、これが今頭ですよね、頭になる、この感じもいいと思いますよ、この感じの、こういってこう流れてきてる感じが、なるほど、はい、とりあえず今日はここまでですかね、今日はここまで、はい、続きが気になりますね、そうですね、何ヶ月後になくなってるかもしれないし、これがそっくりなくなってるかもしれない、ここも割れてるんで、うん、これがそっくりなくなってるか、これがなくなってるか、ここも今ちょっと行って、ちょっとパキッといったんでね、うん、はい、ちょっと様子見てです、ね、次の形を決めていくと、はい、そうですね、はい、面白かったです、チャンスがあれば冬に、うん、針金かけたいと思います。そうですね、はい、どうここから作っていくのかっていうのが、そうですね、そうですね、気になります。まあ3ヶ月あればだいたい結果出ると思うんで、うん、はい、終わりました。11月か12月ぐらいに、はい、またありがとうございます。はい、ありがとうございました。